ナルト激闘忍者対戦3実況プレイ続きやっていきます。今回はこの葉の里のこの何を買うの？ショップに行ってガイとカラスを購入します。それに左、どうもありがとう、また来て。でガイとカラスのシングルプレイをやっていこうかなと思います。カラスは右上に、ガイがカカシ先生の下に出ましたね。ではカラスからいきましょうか。前作にもカラスはいざ進出ましたね。始め。 B は単発です。通常 B はこの一発しかありません。カラスの基本攻撃は A です、ね、全然なかったいかん。攻撃力がない。よし。勝負あり。カラス。とりあえず A 技で攻めていくのがカラスの戦い方なんですが。一本。始め。そうむずいなやっぱり。なんか全然ここでキビキビ動いてくれないので。なんか動きに機敏さがないですね。で通常 X は通常奥義は、区内を飛ばす攻撃。うわマジか。勝負あり。カラス。いざ進場。カラス一応スーパーマンついてるんですけど。ここだよ。それでもやっぱりなんかむずい。あー手まりとか相性悪いな。でもう一つのモードは空中で X をして、空中で X をして煙玉を大量に放出する。勝負あり。どっちが使いやすいかなと言われてもどっちとも言えないんですが、いざ進場。一本目始め。このコンボができたら結構楽しいというか、まあカラスの通常コンボというか、まあこう現実的な実用的なコンボ。うわー危ねえ危ねえ。勝負ある。実用的なコンボは B を押した後に A でつなげる技が多分実用的なコンボじゃないかなと思います。よし。勝負あり。なんかテンポが悪いんですよね。コンボがうまいこと当たらないんで。いざ進場。一本目。始め。まだだ。
の攻撃に割り込めるっていうのは強みなんですけど、なんかどうも僕がキャッツみたいでなかなかうまいこと割り込むことができません。勝負あり。あと奥義が、普通のキャラみたいに通常コンボから、繋げられることがないので、単発のまあブッカみたいな感じになってしまいますね。カンクロがものすごい遠くにおる。橋の向こう側からカンクロが操作してますね。いざ慎重に一本目走れ。カラスの方向転換というか向きを変えるのがものすごい難しいんですよ。突進技が多いので敵に背中を向けることがよくあるんですが、そこから持ち直すことがすごい難しいです。まあ、サブキャラなので、本当にサブキャラのサブキャラなので、いざ慎重に一本目始め。あまりまあね、まあネタキャラというか、あまり期待はしてないんですが、まあ使えて楽しいみたいな感じですけどね。逆よし。バカだ。勝負あり。彼いざ慎重に。いたしとか勝てるんかね俺。始め。でも一応スーパーマツいけるから結構いくのかな。ええとこまでは。やっぱり吹っ飛ばしはスーパーアーマーとはいえ、うわー、いけ、吹っ飛ばし技とか、なんか浮かせる技はすごい苦手です。やりますね。勝負あり。その程度では。いや、むずい。っていうかよね、カラスってさ、絶対つく読み食らわんよね。感情というか精神すらもないんやから、人形なんやつく読み食らわんよね。くっそー。ああ、避けられたし。マジか。やりますね。やりますね。いやもうぶっぱしかないよ本当に。やりますよ、ね、よっしゃー。勝負あり。なんかどうやって戦っていいかよくわからんかったけど、なんとか勝ちました。
ナルト、激闘忍者。この葉の里、この後、何を買うの？お、赤丸か。赤丸も買っちゃいましょうか。カラスには、あの、忍者ファイルは存在しないみたいですね。では、一人で遊ぶモード。前作に引き続き、赤丸行きましょう。赤丸これ奥義あるんだ。どうだ。お、ああ。どうだ。兵糧丸状態の赤丸になるんですよ確か。攻撃力が上がるってやつですよ確か。一定時間攻撃力が上がるという能力がありましたありました。そうそう、こいつだけですよね多分。その X で一時的な能力なんだっていうのタラナギっていう強みですよ。勝負ある。赤丸。で赤丸多分もう一個あるんですよね。パッケージに全キャラ。全キャラ二つ。必殺技がありますよってあったので、多分もう一個あるはずなんですよ。ピンチピンチピンチの時、多分ピンチの時に、やった。あら、ない。寝るな。ああ、マジか。勝負あり。が、続けます。いや、まあ赤丸は仕方ないですよね。いざ、慎重。まあ赤丸の奥義、奥義は、兵糧丸を食べる。本当に赤丸になった時の、赤丸の名前の由来っていうのが、兵糧丸を食べると、赤くなるから赤丸って言うんですよね。寝るな。で、この兵糧丸状態は、ダメージを受けるまで、この状態は続くみたいです。寝るな。勝負あり。赤丸。いざ、慎重に。一本目。走れ。基本的に相手の技食らわないので、代わりに使うこともほとんどないんですよね。カラスよりもだいぶ使いやすいね。勝負ある。赤丸。いざ慎重に。一本目。始め。こっちで。いざ慎重に一本目始め。ここだよ。うん、でもやっぱりコンボ少ないんで単調な攻撃にしかなりませんね。ここだよ。
もう手まりの代わりがあのスライディングなので、さすがにそれは多分割り込まれると思いますね。いざ尋常。高橋先生も確かスライディングやったと思うので、ちょっと身代わりに注意です。おドトン真珠斬首も下段技なので当たっちゃいますね。スライディング一発であんだけ減りますからね、まあ、そもそも赤丸の体力が少ないっていうのもあるので仕方ないんですが、おわあ、でもダンス一発当たるだけなんですね。実際埋められるわけではないので、よし勝負あり。赤丸遅いわね。いざ尋常。一本目始め。なるほど。いてえ。オロチマルも結構下段が豊富なのでちょっと辛いです。よっしゃ勝負あり。赤丸噛みつきで倒すと敵が倒れないんですよね。いざ慎重に一本目始め。牙でもできるんですが、赤丸の噛みつきで敵の体力をゼロにすると敵がこう倒れずに立ったまま試合が終わる。まあだからどうしたっていう話なんですけど、わあ、さくらも下、前 A か前 B か前 B があるのでちょっと辛い。からねせっかくガード終わったのに当たらんってどういうことよ。勝負あり。赤丸いざ慎重に。ダビッシュ始めた。イタチもう結構やります。あ、そうそう、これも当たるので確か。ほらほら当たった。いって、しかもめっちゃ苦しい。うわやべえ、一番やばい。下段も豊富やし、やりますね。まあこれが当たらないのはかなりでかいですね。勝負あり。よし赤丸。赤丸一丁割り。一丁割りじゃない、一丁上がりやね。ナルト激闘忍者。この葉の里、この私何を買うの。わ、5万両か。赤丸にも忍者ファイルは存在しないようですね。次、オロチマルの5万両か。高いな。では、シングルプレイお待たせしました。ガイ先生に行きましょう。あとの隠しキャラなんですが、6人で、うち1人か、うち3人か、
うち3人は、ストーリーにも出てきました、伝説の3人ジライオを含めスナーデとオロチマルと、あとストーリー上で出てきた誰でしたっけ、イタチですね、イタチ、そうそう、イタチと、あとは三代目ホカゲですね、ストーリーで出てきました、ホカゲとサルトビ先生と、オロチマルとツナデとイタチで残りが4人、あと2人なんですが誰やったかなーっていうね、また覚えてないんですけどね。練習してるか。まあ順々に解放していけば出てくるので、まずはオロチマルの5万両を貯めつつも回転していきましょう。回転ってかなり使いやすいのでサクサク進むと思います。まず通常奥義、青春の熱き抱擁です。オーリック旋風すごい好きなんですよ。勝負あり。マイトガイ、マイトガイいいね。で、ガイ先生はもちろん、もう一つ、奥義がそれは体力が、40% 以下、いわゆるピンチの状態になると出すことができます。まあ、それは後半でお見せして、ダイナミックエントリー。ガイ先生もエリーと同じく八門遁甲の9門だけを開けることができます。で、攻撃力がアップします。いやー、サクサク進むねー。あ、残った。勝負あり。マイトガイ、は俺をポロハの草かき青い猛獣と呼ぶ。青い猛獣、いざ新庄に一本目始め。で、この八門遁甲の時もリーと同じく、吹っ飛ばし効果があります。ちょっとダメージ食らいましょうか。まだだ。で、ピンチ状態を作って、あ、失敗した。私が負けるとは。勝負あり。マイトガイ、ダイレクトに決めてすいません。お、来たリーヤ。お前の熱い拳を見せてみろ。おっせ、ってことはピンチの状態にしたいですね。ちょっとリーに攻撃をしていただいて、よし来た。こっちで。青春だ。青春の表レンゲです。リーの表レンゲとフォームというかあれは一緒なんですが、背景がガイ先生仕様の真っ赤な夕日になります。おっ、水木か。やっぱり水木先生の声って豪華ですよね。ね、皆さんおなじみポケモンロケット団の小次郎の声ですよ。当たらねー。勝負あり。マイトガイ、いざ新庄一本目始め。まだだ。
ダイナミックエントリーってダイナミックに参加するってことなんですかね。勝負あり。マイクガイ。よし。本当にサクサクですね。身長に一本目。始め。まだだ。ウォリャー。むずい。あれ、キバのもう一つの攻撃がガツーラじゃなくて、ガツーラともう一つの攻撃があるんですけど、あれはガローガじゃなくてガレッガっていう名前らしいですね。原作では多分出てきてないんですけど、ガレッガっていう名前らしいです。マイクガイ赤い竜巻を、まとって敵に攻撃を仕掛けていく、高速で高速回転しながら敵に攻撃を仕掛けていく技はガレガっていうらしいです。勝負あり。マイトガイ。ラストイタチか。シャリンガンの本当の力を見せてやる。俺にシャリンガンは通用せん。あれ万華鏡ですかね。一本目。始めた。そうですよね。ストーリーで万華鏡シャリンガンって言ってましたからね。やります。まだだ。マジかー。この苦痛は幻ではない。この苦痛は現実のそれと全く変わらない。うへー、いてーよ。マジか、敵読み食らった。勝負あり。これは深くやった。マイトガイ。その手。ということでガイ先生終了です。激闘忍者対戦。まさか突き読み食らうとは思わなかったな。ガイの忍者ファイルと、ボイステストを購入します。カイ先生、パラメータでけえ。体術と力とスピードと精神力がものすごい高いですね。1月1日生まれ、26歳でこの濃ゆさ、なかなかのもんですよ。性格は熱血涙もろい。好きな食べ物は激辛カレーライス、カレーうどん。これは前作も同じですね。で、嫌いな食べ物、そんなものはない。これも前作と一緒ですね。得意な体術は、体術全般。得意な術は体術全般。好きな言葉は飛び出す青春。趣味は反復横跳びとミット打ち。もう毎日筋トレですよね。毎日筋トレと自分ルールですよね。あの自分ルール。近々これはゲームキューブ版ですけど、プレステ2版のナルティメットヒーローの方の実況もやっていこうかなと思ってますので、そこでガイ先生の自分ルールをお見せすることができるのではないかなと思います。